すごいずっと無視されてて、うん、私いじめられてたんですよ、正直なこと言うと。その人私以外と喋るのなんかちょっとムカつくなみたいな。あんた怖いやつだなその人の夢を未だに毎日のように見るんですね。ということで今日もね、こじらせ美女チャンネルが始まるんですけども、今日来ていただいているのがね、つらみさん。今日のその内容がね、初恋を忘れられない。同級生？同級生です。最初本当に大嫌いだったんですよ。同じクラスで席隣だったんですよ、うん、で隣の人と一緒にやりましょうねみたいなのがすごい多い学校で、最初どうするのって言ってもすごいずっと無視されてて、喋、うん、りかけてもふーみたいな。なんかでも私以外の子には喋りかけてもちゃんと返事してくれるんですよ。多分私いじめられてたんですよ、正直なこと言うと。あ、そうなん？逆にいじめられてクラスでね。クラスでだから関わったら自分もいじめられるんちゃうかみたいに思ってしまったってことかな。多分そうかもしれないです。なんでそんな人のこと好きになるの？何か断るごとに隣だったんですよ、うん、同じグループだったりとか、うんうん、なんかそれでなんかすごい考えてたんですよ、うん、この人はなんで私のことを無視するんだろうみたいな。でだんだんこの人、うん、私以外と喋るのなんかちょっとムカつくなみたいな。あんた怖いやつだな。怖いやつ。怖いやつじゃない。でもずっと多分考えてたことによってまあ、ね、ずっと頭の中にいたから、知らないうちにこう好きっていう錯覚みたいな。そうです、そうです。え、それでどうしたの？それで告白とかしたん？告白は隣になってごめんねみたいな感じを先に送ってから、実は好きでしたみたいなことを言ったんですよ、うんうんうん、メールで。で友達がどうするのって聞いたら、いや返事はしないみたいなことを返ってきて。え、でもさ、それよく分からへんねんけど、うん、でもメールアドレス教えてっていうくだりはあったわけやん。教えてって言ったんですけど、私には教えたくないって言われちゃって。え、じゃあどうやってそれ告白したん？友達にこの文面送ってくんないって言って。すげえな、あんた。でそれでそのまま時は流れて、成人式の時に再会したんですけど、うん、その時に言うか言わないかですごい悩んだんですよ、うん、言うべきかなって思ったんですけど、結局2人になるようなタイミングがなくて、うん、言えなくて。でも結局その人の夢を未だに毎日のように見るんですね。ありもしない楽しかった記憶みたいな夢を、多分妄想みたいなのをなんか毎晩のように見てて悩みです、うんうんうん、今も夢見てるの？今も見てます。今も見るの？ちょっと失礼だったら申し訳ないんだけど、はい、結構ゾッとする話だったね今のですよガチでこじらせてるよ。こじらせ美女チャンネルいろいろやってきたけどあんたやばいよ。だってもう中学生の時の話やん。もう25よ。あのまず、はい、振られてるねん、そもそも。諦められへん気持ちはわかるけど、はい、その気持ちのまま成人式の時にアタックもう一回しようっていうのが、まあすっごい悪い言い方やけど、自分主体で動きすぎな気がするんよな。なるほど。無理ですって言って、で成人式の時にも来て、まだ思ってて、向こうは全然恋愛とかも知ってるやん。でもそれを知っててもまだ行こうとするっていうのは、ちょっとやっぱ自分主体すぎる気もするけどな。あのそれ以外の恋愛の感じはどうなの？それ以外だと、その成人式終わって、その初恋の人とはもう縁はなかったんだって思うようにしたんですね、うん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 、ちょうどその頃は野球部のマネージャーしてたんで、野球部の方を頑張ろうと思っていたら、年下の野球部の後輩が出てきて、その子がやたらめったら私に話しかけてくれてたんですね、うん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 、でだんだん嬉しいが強すぎちゃって、彼女いるのは分かってたんですけど、彼女いたのね。彼女いて彼女いたのね。だからそこ彼女おったら普通は諦めるね本来は。私も諦めてる。諦めたちゃんと。ちゃんと諦めてて、うん、一応告白して。だからせえへんねん。せえへんの彼女がいたら。違って、前の恋愛で返事をちゃんともらえてなかったのか、すごいモヤモヤしてたんですよ、うん、だからもう彼女いても何しても振られるっていうことをしたかったんですよ、うん、だから一回振られてけじめをつけたかった。成功したパターンはあるの？成功パターンないです。ないねや、はい、じゃあ結局、うん、お付き合いに至ったことは今のところない？ない。あのね、自分主体で動いてんのに、なんか自分がそこまで好きじゃない感じする。あ、正解です。そうでしょう。なんかすごい自分が嫌いなの感じるもんだから好きになりたくないよ。なんか多分蛙化現象、なんか私のことを好きになる人が現れたとしても、私がずっといじめられてきたりとかしてたから、うん、この人なんで私のこと好きなの、おかしくない、うん、みたいななっちゃうっていうのを見て、すごい納得したんですよね。自分のこと嫌いやから、こんな私を誰かが好きになるわけないやんっていうのがある。そんな中でもちょっとでも優しくされたりとかすると、なんでなんだろうっていうので、うん、好きになってしま う,、うん、なってしまう。でもそういう相手を別に好きになる必要はなくて、お前、はい、好きになる人っておるはずやねん。でそれを見逃してんねん絶対。あ、俺もそれやねん。なるほど。私のことなんかこんな好きになるわけないって言って何個も見逃してきたけど、うん、でもそれでもアタックしてくる感じの人はそういう対象の人じゃないねん結局。優しくしてくれたからとかじゃなくて、だからなんか自分のことを、私も誰か好きな人おるわ絶対私のことっていう風に思える状態で生きていかんとあかん気がする、うんうん、やっぱ自分を好きにちゃんとなって出ないと、それに気づかへんと思う。好きな人がいることに。人が70億人いるから結構いるよ。何人もいるよ、ね、自分のこと好きな人。あ
と頑張って一般的にモテる女子に近寄ろうと頑張ってるなと思う、うん、いやもうそれせんでいいと思う。本当ですか。それをすると結局その一般的に可愛いとされている女子と勝負せなあかんくなってくるんだな。あなるほど。じゃなくて個性があるはず自分の、それで勝負した方がいい気がする。何様目線やねんなって話やねんけど俺も なんか自慢やけどな。自慢するの。みんなの前では俺もほんま自信ないこんなおかまでどうのこうのって言ってんねんけど、うん、めっちゃ自分のこと好きやねん。お前好きなんかい。めっちゃ好きやねん。めっちゃ好きやからこそこうやって偉そうにあれでもないこれでもないこうでもあんたこうやわって言ってんねん、うん、これ多分自分のこと好きじゃない人やったらそんなことなんで私が言えた立場じゃないなって普通抑えれるねん、うん、謙遜の気持ちがあれば。でも結局そこが評価していただいてるかなと思ってるのね世間に。なんだかんだまあだからそれはあなたの個性なんじゃない。そうそうそう、うん、だから全然私なんてって思わん方がいいわ。ちゃんと頑張り、はい、このおかまうるせえなって思ったら後で匿名の掲示板とか言われる匿名でね分かっちゃったらね傷ついちゃうから私が実りがあるといいなって願ってます。ありがとうございます、うん、ちょっと付き合ってほしいね、うん。